側、ネクスコ東日本です。午後5時20分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに、県道道を成田方面へ向かわれる方に、通行止めの情報です。工事のため、午後4時40分より、内川運転から、あの東日本までの区間で、通行止めになっています。引き続き、県道道を福田方面へ向かわれる方に、通行止めの情報です。工事のため、午後4時40分より、あの東日本